オリンピックマスコットは開催地に固有の動物や人の姿をし開催地の文化的な遺産を表現するキャラクターであるオリンピックを若い人特に幼児や子供に売り込む手助けとなるものである1968年のグルノーブルオリンピック以降はほぼ全てのオリンピックでマスコットが存在しているオリンピックのマスコットが本格的に注目され始めた最初の事例は 1980年のモスクワオリンピックのミーシャである。2010年のバンクーバーオリンピックより、オリンピックとパラリンピックのマスコットが同時に発表されるようになった。最初のオリンピックのマスコットは1968年のグルノーブルオリンピックで誕生した。シュスという名前のフランス国旗の色、青、赤、白で塗られ抽象的な形をしたスキーをする小さな男であった。 公式のオリンピックのマスコットは1972年のミュンヘンオリンピックで初登場した。それはバルギという名前のバイエルン州で人気の品種であるダックスフントでアスリートが必要な特性である抵抗力、不屈さ、貧瘡性を表している。その体にはオリンピックの旗の3色が見られる。これらの成功によりマスコットはオリンピックの象徴となり、 名物へと発展していった。マスコットは非常に人気があり、伝えるメッセージの重要性に反して、オリンピックの祭りの雰囲気に適した明るくハッピーな色でシンプルにデザインされている。2004年のアテネオリンピックのマスコットはフィボスとアティナの2体の人形である。これはアテネ国立考古学博物館に展示されている釣鐘型のアルカイック機の彫刻に触発されて、 作られたものである。古代において、これらの人形、いわゆるダイダラは、礼拝に関するものでもあり、玩具でもあった。フィボスとアティナは、兄弟姉妹であり、遊びの楽しさとオリンピックの価値を象徴している。兄弟姉妹を選んだのは、平等と兄弟愛の価値を高めるという意図を持ってであった。客中、ありがとうございます。